こんにちは、ニニニットです。今日は、画面に上げて、画面に貼り付けてある、自作の、変わりの編み、コース編み、アンユージュアルケーブルですね。これを手動で編み切り編んでみたいと思います。もう、2模様ほど編み終わっています。では最初の、1段目からやっていきます。まず1段目は4目4目の両サイド2目を中に表を渡って中に入れていくので、中側の2目をまず2本のタッピーで取って、で外側の2目を中に移します。そして取った目を外にずらします。こちらもまず中側の2本を取って、外側の2本をまず中に移しておいて、それから中にあった2目を外に入れていきます。これで1、2といきます。はい、次は、外から中に入ったこの2目2目を交差させます。中央で交差させます。これはどちらの向きでもやりやすい方で構いません。2目2目の中央での交差です。はい、これで1、2といきます。今度は中に入ってた目を外側に出していきます。ですからまず4目のうちのまず左側、4目のうちの左側の外側の2目を取っておいて、中側の2目を外に出して、裏側から先に取った2目を中に戻します。はい。右側の外側の2目を2本の目移しで取って、中側の2目を取って、こうです。はい、ここからまず2段編みます。で、ここからは中4目をタッピ返しをして、5段ほどタッピ返しをするんですけど、まず2段編んでおいて、タッピ返しをしていきます。まずここですけれども、この目を見て2つ下、2段下のところに、2段下のところにタッピを差し込んでおいてほどきます。これ3、4、5と編んでからだと目を確実に移した目なので、ここでねじれてるので目を確実に取れないので、まず2段編んでやってください。で、はめてないですね。1、2と手前から見て表に直します。そして次が、
ちらは1段目2段目でここですね。1、2と直します。これも1段目2段目でここです。この目です。で2回タッピ返しで手前側からは表、裏側からは裏側が表になりますけど、裏編みにこれで直ったことになります。であともう3段ですね。1、2、3、4、5といって、もうここは簡単です。上でぴょんと目を取ってあげて、先ほど直した表編みの一番下にタッピを差し込んでやるだけです。でここです。ちょっと目が落ちてる。はい、次隣です。1、2、3です。はい、もう一つ。表編み直した最後の目に入れて、3段ほどいて、1、2、3です。でこう戻します。でこの4列のタッピ返しができました。それでここでこのタイミングで両サイドもタッピ返しで裏目に直しておきます。 1、2、3、4、 縄編みの隣2目ですね。その隣、でこちら側です。 1、2、3、4、 長編みの隣ここですね。
こうやってこうやってよいしょ、こうやって抜いちゃってこうほどいてってやってもいいんですけど、そうするとこの目のがかかる針のベラが閉じてしまうんですね。だからこの脱皮返しをした後にこういう操作が入ってきます。ですからこの最初の目が2つ目2段1つ下の段下を取ってこうやってシュッとすくって針から外してあげるとこう脱皮返しした後にこうやってシュッと戻せます。こういうちょっとした手間がこう大きい作品編むときに随分変わってきますよね。はい、これで、中側にクロス、外側にクロスさせておいて 1,2,3,4,5 段まで来ました。で、6段目は次また交差させるので、タピ返しはしません。で、外に出てた目を今度中に入れてきます。だからまず右側の、中央の2目を取っておいて、隣の2目をこう中に入れて、そしてこれを、最初に取ったのを外に出します。また左側も0から1番目2番目の目を取って、3番目4番目を取って中に入れて、で最初に1番目2番目にあった2目を外に出します。こうです。で1、2、これも最初の模様編みに模様の1段目に戻っていることになりますね。で、次は中央で2目がクロスします。中央で2目がクロスクロスで、これでまた2段。はい、今度は中央から目が外に出ていくので、まず左側外側3番目4番目をまず抜いておいて、で中央の2目、これタッピをこういうふうに一緒に動かすと、交差の時に突っ張りにくいようです。はい、外側に出すので中央から3番目4番目をまず取っておいて、左側1番目2番目の目を取って、こうずらして、はい、こう戻りました。ここでまた、表側から中央の目が外に出てくれて、裏側から2目ずつが中に入ってきました。で、ここから1、2とまず2段編んで、でまたタッピ返しです。はい、中央の4目ですね。で、これ目をよく見て1段目2段目1段1段2段で、こうすると目が見えてきます。これです。これを
1、2と表に直します。はい、次1、2、ここですね。1、2、ここは見えやすいです。交差した部分が一番ちょっと目を開くのが難しいですけど、確実に目を取ってください。いいですね。はい、はい、これで4列手前から見た表編みができました。これでもう3段です。3、4、5。はい、でここはもう簡単ですね。もう表目を作ってあるので針から外して3、4、5といきます。3、4、5です。3、4、5です。ちょっとこれ4段ほどけちゃいました。1、2、3、4、5。はい、これで中央のタッピ返し5段が終わって、で6段目を編んで、で次また繰り返しということになります。ではそうですね、クロスしたところまで、クロスするところまでやります。まずは外側が中に入りますので、中の2目左側は1番目2番目の針をまず取っておいて、3番目4番目の針を1番目2番目内側に移します。はい、右側は右の1番目2番目の針を取っておいて、3番目4番目の目を1番目2番目内側に入れて、 3番目4番目に裏から渡して移します。はい、これで2段。はい、次は中央の0を起点にした2目2目が交差しますので、これはどちらでもやりやすい向きで、1、2と行きました。はい、では、両サイドの、タッピ返しを完成させて前を表を見てみたいと思います。はい、こんな感じでできました。以上です。